まあ、言うたけど、どうぞ。はい、打ち込みうどんを作ります。生から炊き上げるっていうのが打ち込みうどんで、生うどんを使っているので、うん、うどんの周りに粉がついているので、ちょっととろみが汁、うん、だしに、お出汁に粘りが出るけんね、とろみが出ますね。そうするとぬくもるでしょ。冬場が主ですね。煮干しの、頭と腹わたを取ってます。いりこの種類があると思いますので、うん、おうどんの出汁にする場合は大きいのを使ってください。出汁の出方違います。違いますね。はい、きれいに取りました。はい、火がつきました。はい、それでは煮干しを入れます。はい、入れましょう。はい、これで沸いてきたら2、3分。そうですね。はい、出汁ができる間に、おうどんをこねて、丸めて寝かします。生うどんを必ず使うこと、これには。これ1キロの粉です。はい、小麦粉、さぬきの夢。袋から出しますと塊が必ずありますので、こう手でほぐしてやります。そうすると水がよく浸透しますから。塩を入れておりません。お味噌で味をとりますので、お塩が効いてますから、一度さっと湯通しして粗塩をのけてしまうんで、で打ち上げてタコホイ入れるんです。そうすると少々塩が抜けますので、はい、多分いけると思います。こういう、そうなんだ。めちゃめちゃなりすぎていかんね。まとまってなくても構いません。多分にね、これぐらいで踏んでいくと腰が出るっていうかな。入れますね。はい、でこういうツルツルになる料理ですよ。でこれが今度足踏みをかけましたら、すごくもっちりしたものに変わっていくと思います。こう平らにしてね、でこっちからこういうふうに足でこういうふうに踏んでいきます。中へ向けて踏んだら、水分がまんべんなく行き渡る。でこれをまた固まったら、こっち中へ向けて反対にして、また同じように、この繰り返しを何回となくして、で随分固まりましたら、こうちょっと寝かせます。耳たぶ、自分の耳たぶぐらいの柔らかさ。あとの出汁ができて、大根とか里芋とかっていう具材を入れる段階で伸ばしにかかりますので、手早い人で15分から20分、まあ、そのぐらい寝させてください。寝かせれば寝かせるほど、うん、いいうどんが、弾力のあるいいうどんができます。はい、煮干しがかなり出汁が出ておりますので、今からカツオを入れます。普段はうまみ調味料で調整しますけど、今日はちょっと張り込みまして、かつお節を入れたおうどんにします。はい、じゃあこれはちょっとこのまま置いておきましょう。はい、そうすると今度は材料に入りますので、はい、里芋、人参、大根、でごぼうさんと揚げ、そして私たちは今の時期、豚肉であったり鶏肉であったりを入れます。で今日は鶏肉にしました。ごぼうを大きな笹がきにします。こういうのが笹がきです。でお寿司とかそういうのはちっちゃくなりますけど、これに入れる場合はこのように大きくします。次里芋ですけど、里芋はやっぱりちょっと皮を分厚めにむく方が味がよく染みる。芋類はね、塩もみして少しぬめりを取るようにします。人参も大根も、拍子切りにしますので、それと同じように里芋もしていただいたらいいんかなと思う。こういうのはここはこのぐらいで、であとこう里
サッとするぐらい、長さ同じぐらいでしょ。こういう感じで、あのこの具材自体がおかずにもなるんで、やっぱり大きく切って歯ごたえよく、ちょっとね大きめに切る方が、あの煮崩れないし、あの食べてもね美味しいから。煮干しが沈みましたので引き上げます。鶏肉とかいろんなのが入りますので、また出汁も出ますから、あのそんなにあの煮干しをたくさん入れて出汁を取らなくてもいいです。ただ旨味調味料で調整してください。そしたら里芋を入れます。それから人参さん、大根入れます。はい、これで沸かしていきます。水ですか、はい、じゃあ今から鶏肉の下処理をして入れます。これも一口大ですね。これを大きく切るか小さく切るかはその過程によって違います。スライスされた分で結構です。薄切り、タリングの場合は硬くなりますのであんまりあの早くからは入れないでください。これドバッと入れるとひっつきますから、入れながら崩しながら、はい、まだ切ってない具材でお揚げさんとネギがありますので揚げから切らせていただきます。これが鶏肉とか豚肉が入らない場合のタンパク質です。昔はね、そうそうお肉は食べられませんから。これ火薬ネギです。今切ってるのはもう大きく切って、打ち込みうどんの時はもうお味噌入れたと同時にネギを入れますので、ごぼう入れますね。はい、そしてまた蓋しますね。そして具材が少々煮えるまで待ちます。その間におうどんを伸ばして切ります。内板にくっつかないように小麦粉を振ります。で、先ほど練った、これうどんの束です。麺棒にも小麦粉をつけます。そしてここにも少し、これはうどんがくっつかないようにするためにやります。そしてこういうふうに伸ばしていきます。縦横四角くなるようにね。ここにもう一度こう打ち粉します。これでこう巻きながら真ん中から旗へ伸ばして、これを3回ぐらいやったら一度開きます。手前に引くときにおうどん伸びてます。生地がね、あの先ほどより広くなったでしょ、ほら。で、割とこう四角くなるように、あの見ながら、方向を見ながら打っててください。引っ張った時に伸びて、まあ、四角にするのが難しい。真ん中から旗へ、真ん中から旗へ伸ばして、これから切る段階に行きます。半分にします。これぐらいかな、だいたい3ミリから5、長くする、長くするために7ミリ切っております。見えとれ、見えてます。赤味噌で打ち込みうどんはしてください。赤味噌と言っておりますが中味噌です。一年寝さすとこういう色になりますので、これではちょっときついかなと思いましたので白も持ってきました。私たち女性部があの作っておる味噌でございます。この、はい、それでは、
おうどんを入れる前にちょっとだしを取りまして、お味噌を溶いておきます。今火を強めましたので、はい、揚げを入れます。じゃあおうどんは手でいかせていただきます。この今日のおうどんはあんまり粉がついておりません。でも多分買ってきたら粉がかなりついておると思いますので、少し洗うなり粉をよく振るうなりしてください。風味がなくなりますから、お味噌はもう最後にしてください。じゃあネギ入れますね。香りがありますので、あんまり早くも入れない方がいいです。じゃあお味噌入れますね。はい、じゃあネギ入れます。これ入れるともうあと食べるに限ります。じゃあこれでもう火を止めますね。